亀岡芳美のカメカメトーク。この番組は政治の素朴な疑問などについて衆議院議員の亀岡芳美さんにお話を伺っていく番組です。この放送は1月1日に収録いたしました。亀岡さん、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、新年幕開けということで、お正月は亀岡さんはどのように過ごされましたか？いや、今年は初めてね、はい、除夜祭って出ましたね。除夜祭、まあ、去年かな、はい、除夜祭って11時半から除夜祭って出てからですね、はい、12時から元旦祭で出たんですけど、なかなかね面白かったですね。これどちらでやられたんですか？これはね、はい、佐世保の方のね、徳間神社っていうところでやったんですけども、はい、なかなかね、除夜祭ってのはめったないんですよね。うーん、でそこで除夜祭って珍しいですねって言ったら、他ではやってないのって言われたんですよだからいろいろあるんだなと思いながらですね、はい、いい勉強になりましたね。まあ、そこではもう毎年行われているもの、行事の一つなんですね。そうですか。まあ、そして1月1日にはですね、亀岡芳美のカメカメトーク新春生放送スペシャルということで、小畑博士福島市長と渡辺博美商工会議所会頭を迎えして1時間の生放送でしたが、これも貴重な放送となりましたね。そうですね、でもあっという間に終わっちゃいましたね、はい、まだまだ話が足りないなっていう感じで終わってしまったんで、またやりたいと思うんですよね。確かに市長はね、言いたいことがいっぱいあるのは分かるんですけど、うん、多分僕はね、回答も言いたいこといっぱいあったと思うんですね。だからそれは人の性格の違いなんで、アピールのがなかなかそのしにくかったんじゃないかと思うから、今度はね、はい、商工会とも少しスポットを浴びながらやってもいいのかなという気がしないでもなかったですね。そうですね、これからまたこういった機会をもっと増やしていくことによって、市民の皆さんもこの市の在り方、あとは国の支援についてなど分かりやすくなっていくのではないかなと思います。そうです、はい、僕はね、小畑さんが素晴らしいと思うのは、うん、国から支援策を僕は我々で考えるんですね、はい、いろんな現場でいろんな話を聞きながら、うん、国から支援策を作るんですね。そして、市町村に渡すんです。県に一回渡してから渡すんですけど、そのもらったもの、例えばコロナ対策費用ですね、はい、自由に使っていいですよって渡すとですね、それをまたね、うまくね、市民の皆さんに分かりやすくね、配ってるんですよ。だからね、ああいうやり方って僕は面白いと思うんですね。うん、だから市町村によってはアピールの高い政策を しているところもあれば、はい、何もしないところもあるんですよ。それ市町村によって違いがあるわけですね。だお金を渡しちゃってますから、自由に使っていいんです、はいはい、だからコロナ対策に使ってくださいって渡すんですね。うん、例えばこの去年なんかもそうなんですが、うん、GoTo キャンペーンが使えなかったお金をですね、42億ぐらいをすぐ県に渡したら、その GoTo キャンペーンじゃなくて県民割で今度書いてきたんですね、うん、で県民割で配ると、これ全部県民割で書いてあるから、はい、県からもらっていると全部国からなんですね。うん、だけどそれでいいんですよ。だから国はどんどんそのなんとか地域の活性化のためにお金をこう地方に配るわけですから、はい、それをうまく使ってくれるということが大事なんであって、うん、それが地方の経済を回していくわけですから、だから市町村長によって変わるというのは事実なんですね。なるほど、それも今日のお話を伺ってて、やはりそのいろいろな使い方というのは私たち市民にとってなるほどなというところがいっぱいありましたね。そうなんですね、うん、実は子どもたちの子育てやすしやすい環境ってありましたけど、はいはい、実は学童保育放課後児童クラブの議員連盟があって、私が会長なんですが、今までこれは全国の組織になってなかったものですから、国の予算はつけられなかったんですけど、それを無理くりして子どもたちを、ね、預かっている人たちがたくさんいるんだからということで、施設整備も含めて人件費も含めて国が補助するようにしたんです。だからこういうこともね、その多くの その皆さんからの意見を聞かせていただいたからできることであって、私が5期目ということで中堅道にいるから議連の会長ということを引き受けて、はい、予算をつけることができたんですね。ということはこれ市民の力なんですよ。私が力あるわけじゃなくて、皆さんに当選させていただいていただいているおかげで5回当選しているから、その力を与えていただいてできることなんです。でこれが福島だけじゃなくて日本中の子どもたちに使われるようになったということなんですね、はい。だから政治家の使い方ってものすごく大事なんですよね。選ぶ時も大切になりますね。そうするとね、そうなんですか、どんどんその、はい、皆さんの意見または困っていることを解決してくれる人を選ばなきゃダメですよねっていうことなんですね。そうですね、だからこの2年間でね、はい、森かけ問題とか桜問題で喜んでる人たちいましたけど、うん、人をいじめて喜んでるような体質は日本人には合わないんです。それよりは、うんうん、この物価高騰対策をみんなで協力し合って解消しようとか、それ防衛費なんかもね、うん、
本当に国民を守れるような防衛費をしなかったら、これ敵基地攻撃能力を持たない国はバカにされて終わっちゃうわけですから。だからもしですね、日本は攻められたら1日持たない国と言われてるのは当たり前なんですね。それよりはきちんと敵基地を攻撃するだけの能力を持っていれば、相手はやったらやり返されると思ったらやってこれない。これがまさに抑止力につながるわけですから、最低限だ多くの国民はそれを持つべきだという気持ちになったのは大事なことだと思うんですね。やっぱりそういったお話を私たちもしっかりと聞くことによって、そういうことなんだというのが分かりますね。そうなんです。内容分からないと、なんでそうなってしまうんだろうという、そういった疑問が残ってしまうんですけど、それについて、いろいろお話をしてくれることによって、私たちは分かっていく、理解していくということになりますね。そう、だからこういう特集もですね、いろんな方に分けてやると面白いと思うんですね。それぞれ違う人に興味違いますから、今度は防衛に興味のある方なんか入れておくと僕らも喋れるとか、復興に興味のある方入れておくと喋れるとか、だからそういう特集の組み方をすると、視聴者の皆さんが、こういうリスナーの皆さんがね、いろんなことで理解度が早まるんじゃないかと思うんですね。そうですね、今日は県外の方からもねメッセージをいただきまして、その教育に関するお話とかね、あとは企業のこれからずっと継続していく上ではどうしたらいいかという、そういうお話なども、だってこれ事業承継税なんて我々画期的なことやったんですから、相続税取らないなんて今までなかったんです。そうですね、これ財務省黙らせて、もう相続税なしというのを決めたんですから、ただなしというと問題なので、言うよという形でもうずっと払わなくていいよという形にしたんですけども、こういうことはぜひ多くの中小企業の皆さん知ってもらいたいんですよね。どういったお話がこれ企業を受け継いでいく、その後継ぎがいないという問題に今までつながっていったので、それをこうつないでいくっていうところにつながっていくといいですよね。そう、それだけじゃなくて、親子2代続くと相続税なくなってしまうなんて言われたもんですから、企業はなくなってしまうのは問題だから、相続税は取りませんということを決めたわけですから、その代わり事業を継続してくださいということなんですね。これ企業だけではなくて、例えば農業なども同じですか？これですね、一応農業も事業承継の一環なんですが、ただ農地ですから農業をやらなきゃダメなんですね。だから農業を続けてくれる分には問題ないということなんです。ただ農業は新しい制度があって、新規就農者には2000万まで5年間出しますよっていうね、今まで200万出すのが今度は2000万まで出しますよなんていう制度ができたんです。1000万か、でこれ5年間でということですから、2000万かな。そうすると、その農業に真剣に取り組みやすいんですよね。でそれで 農家を増やしていくと、で食料の自給率を上げるということは国を守ることにつながる、食料安保につながるわけですから、だから自給率を上げない限りは島国ですから、戦わずして負ける国になってしまうと、そういうことないように農家を増やそうというのがこれ大事なんですね。そうすると例えば移住して福島に来て農業をやっていこうかなと考える方も増えてくるかもしれないですよね。結構ね今多いんですよ、果樹農家の新しい新規参入者が多いんです。で若い人が意外とですねいろいろやってくれてるので、福島市内でも多いんですよ。あ、そうなんですか。伊達でもそうなんですが、で福島市内にある奥さんと2人でレストラン作った方がいて、旦那さんが農家で全部農作物作りながら、たくさん その集団を作って、シンジケートを作って、供給して、それを奥さんが料理して作ると。自給自足ですね。これがねまた美味しいんですよ。なるほど。残念ながら今奥さんが妊娠してやめてしまったんですが、すごく評判が良くてですね、もう常に予約満杯という状態で、だから若い人がね結構やる気出して今頑張ってるんですよ。若いご夫婦がやっているということなんですね。これは頼もしいですね。だからね、福島を捨てたもんじゃないと思ったもん思ってるんですね。ねえ、これからもぜひそういった方たちを応援していただきたいと思います。今週もそろそろ時間になってしまいました。また来週お話を伺いたいと思います。亀岡久美さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。